新型コロナウイルスの影響で不安で不自由な生活が続いていらっしゃると思います。今日はお家でできる体操を紹介いたします。この体操は高齢者の日常生活に必要な筋力をつけることを目的に作られています。運動不足が原因で普段の生活機能を落とさないためにもこの動画を参考にしていただきたいと思います。それではやってみましょう。トレーニングの注意事項です。体操は息を止めずに行ってください。体操により痛みが生じた場合には中止してください。号令に合わせてできるだけ滑らかに手足を動かしてください。1回の動作に6から9秒かけるぐらいのスピードが目安です。どの運動も姿勢を正しく美しく保つことに注意しましょう。運動の前後に行うストレッチ体操をご紹介します。足の裏側を伸ばすストレッチです。椅子に浅く腰掛けます。片方の足を前に出しつま先を上げます。両手は曲げている方の膝の上に置き、ゆっくりと体を前に倒します。1、2、3、4、5、6、7、8。反対もやってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。腰のストレッチです。膝と座面に手を置いて体をひねります。頭が下を向かないように注意しましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。反対もやってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。背中のストレッチです。両手を組んで前に突き出しながらおへそを見るように体を丸めていきます。1、2、3、4、5、6、7、8。左右もやってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。脇から上半身にかけてのストレッチです。胸の前で手を組んで手のひらを返して天井に向けながら上半身を伸ばします。目線は手を見るようにしましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。左右もやってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。それではトレーニング1です。膝を90度以上曲げて座ります。片膝をゆっくりと伸ばします。膝が伸びたところでつま先をできるだけ起こして体の方に持っていきます。つま先を戻してから膝を曲げ最初の位置へと戻します。これを左右交互に行います。ポイントとしては膝の動く範囲が立ったり座ったりする動作と同じだけ曲がったり伸びたりしていることが大きなポイントです。膝を頑張って伸ばしたり伸ばした足を持ち上げたりしないようにしましょう。それではいきます。3、はい、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4。休み左、1、2、
1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、右、2、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、左、2、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、右、3、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、左、3、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、右、4、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、左、4、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、右、5、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、左、5、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、右、6、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、左、6、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、右、7、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、左、7、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、右、8、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、左、8、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4。トレーニング2です。背もたれから背中を離し、顎を引き、胸を張って良い姿勢を作ります。手を肩の横、耳たぶがつかめるぐらいの位置に持っていきます。顔は前を向いたまま、姿勢を崩さないように両手を真上に伸ばします。1、2、3、4。肘が伸びきって両手が軽く触れたら元の位置へと戻します。5、6、7、8。ポイントとして、腕はできるだけ真上に向かってまっすぐに滑らかに動くように心がけてください。腕が前方に傾いていないか、側方に広がっていないか、また肘が曲がっていないかチェックしましょう。それではやってみましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。休み、2、2、3、4、5、6、7、8。
休み。3、2、3、4、5、6、7、8。休み。4、2、3、4、5、6、7、8。休み。5、2、3、4、5、6、7、8。休み。6、2、3、4、5、6、7、8。休み。7、2、3、4、5、6、7、8。休み。8、2、3、4、5、6、7、8。トレーニング3です。安全のために椅子の背もたれに手を添えて行います。顎を引き、胸を張って背筋をしっかり伸ばします。宙に吊り上げられるようにスーッと伸び上がってつま先立ちになり、そのままスーッと降りて戻ります。ポイントとして、良い姿勢を保ったまま背伸びをします。つま先はできるだけ正面に向け、足は平行に構えてください。それではやってみましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、休み。2、2、3、4、5、6、7、8、休み。3、2、3、4、5、6、7、8、休み。4、2、3、4、5、6、7、8、休み。5、2、3、4、5、6、7、8、休み。6、2、3、4、5、6、7、8、休み。7、2、3、4、5、6、7、8、休み。8、2、3、4、5、6、7、8。トレーニング4です。安全のために椅子の背もたれに手を添えて行います。片足を体に対して真横にゆっくりと開きます。姿勢が乱れない程度まで足を開いたら元の位置へと戻ります。これを左右交互に行います。ポイントとして、足を大きく開く体操ではありませんので、足を斜め前に出すのではなく、つま先を正面に向けたまま真横に開いてください。右足から左足へ運動を移していくときには、できるだけ体を揺らさないようにしましょう。それではやってみましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、1、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、2、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、2、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、3、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、3、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、4、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、4、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、5、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、5、2、3、4、5、6、
7、8、休み、右、6、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、6、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、7、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、7、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、8、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、8、2、3、4、5、6、7、8。トレーニング5です。安全のために椅子の背もたれに手を添えて行います。ゆっくりと膝を曲げ、膝がおおむね直角に曲がったら元の位置へと戻ります。これを左右交互に行います。ポイントとして、膝を前に突き出さないようにかかとが真後ろに来るように膝を曲げます。膝を正しい方向に曲げる運動ですので、曲げる角度は無理のない範囲で結構です。それではやってみましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、1、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、2、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、2、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、3、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、3、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、4、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、4、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、5、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、5、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、6、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、6、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、7、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、7、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、8、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、8、2、3、4、5、6、7、8。トレーニング6です。背もたれから背中を離し、顎を引き、胸を張って、良い姿勢で座ります。腕は自然に両側に垂らします。顔は前を向いたまま、良い姿勢を保ちつつ、大きな円を描くよう両腕を上げます。頭の上で両手が軽く触れたら、元の位置へ戻ります。ポイントとして、肘は伸ばしたまま運動します。腕が斜め前ではなく、体の真横を通るように注意しましょう。それではやってみましょう。3、はい、1、
1、2、3、4、5、6、7、8、休み。2、2、3、4、5、6、7、8、休み。3、2、3、4、5、6、7、8、休み。4、2、3、4、5、6、7、8、休み。5、2、3、4、5、6、7、8、休み。6、2、3、4、5、6、7、8、休み。7、2、3、4、5、6、7、8、休み。8、2、3、4、5、6、7、8。トレーニング7です。椅子から少し離れて立ち、椅子の背もたれをつかみ軽くお辞儀をしたように立ちます。股関節を中心に片足全体をゆっくりと後ろに上げていきます。いっぱいまで上げたら元の位置へと戻します。これを左右交互に行います。ポイントとして、足が自然に伸びきるところからもう少し頑張ってできるだけ高く足を上げます。ただし反動をつけるような動きはしないようにしましょう。それではやってみましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、1、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、2、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、2、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、3、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、3、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、4、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、4、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、5、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、5、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、6、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、6、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、7、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、7、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、8、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、8、2、3、4、5、6、7、8。トレーニング8です。安全のために椅子の背もたれに手を添えて行います。ももを高く持ち上げます。床と平行になるぐらいまで上がったら元の位置へと戻します。これを左右交互に行います。
ポイントとしてももを上げていくときに重心をやや前方へ移すつもりで運動してみてください。それではやってみましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、1、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、2、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、2、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、3、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、3、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、4、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、4、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、5、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、5、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、6、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、6、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、7、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、7、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、8、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、8、2、3、4、5、6、7、8。トレーニング9です。安全のために椅子の背もたれに手を添えて行います。良い姿勢を保ったまま、両膝を曲げて体を沈めていきます。膝が前へ出て、お尻がちょうどかかとの上へ落ちてくるような感じで行いましょう。1、2、3、4で膝を曲げ、5、6、7、8で元の位置に戻ります。ポイントとして、椅子に腰掛けるようにお尻を後ろへ突き出す姿勢とは違いますので、注意してください。つま先を正面に向けておくとより効果的です。それではやってみましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、休み、2、2、3、4、5、6、7、8、休み、3、2、3、4、5、6、7、8、休み、4、2、3、4、5、6、7、8、休み、5、2、3、4、5、6、7、8、休み、6、2、3、4、5、6、7、8、休み、7、2、3、4、5、6、7、8、休み、8、2、3、4、5、6、7、8。トレーニング10です。
椅子に浅く腰掛けて、背もたれにゆったりと背中をもたれてください。両足全体を伸ばしたままゆっくりと上に持ち上げます。 1,2 で軽く足を上げて、 3,4,5,6 と足の位置を保ち、 7,8 で元の位置に戻します。ポイントとして、足を上げすぎると腰に負担がかかりますので、足を高く上げすぎないようにしましょう。腹筋を鍛える体操ですので、軽く両足を上げた時に腹筋、特におへその下あたりが働くように運動するのが上手なやり方です。それではやってみましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、休み、2、2、3、4、5、6、7、8、休み、3、2、3、4、5、6、7、8、休み、4、2、3、4、5、6、7、8、休み、5、2、3、4、5、6、7、8、休み、6、2、3、4、5、6、7、8、休み、7、2、3、4、5、6、7、8、休み、8、2、3、4、5、6、7、8。お疲れ様でした。この動画を参考にして、無理のないようにお家での体操を続けていきましょう。